メグロレン・スノーマン主演映画『私の幸せな結婚』よりエモーショナルに畳みかけるスペシャル映像『過酷な運命』変更会。目の前に立ちはだかる過酷な運命に対して命の限りを尽くす『さやか』『メグロレン』とよ『富代』『今田美代』。3月17日に公開となった『スノーマン』『メグロレン』主演映画『私の幸せな結婚』の大ヒットを記念してアクションシーン満載のスペシャル映像が公開された。 同作は3月23日までの公開7日間で観客動員数75万人、興行収入10億円を突破。さらに、満足度も96.6%と驚異の数字を叩き出しており、ミオとサヤカの純愛ストーリーが日本中を幸せでくるみ込んでいる。今回解禁となったのは 今まで詳細が明かされてこなかった本作ならではの設定、異能についても書かれた、さやかと美代を引き裂く過酷な運命を書いたスペシャル映像。異能とは家計ごとに代々受け継がれる、美、水、風、通信、氷などさまざまな種類の特殊能力であり、目黒演じるさやかは、この異能を持つ者のみが所属できる陸軍対特殊部隊の軍隊長でもある。